はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日は遊戯王マスターデュエルラジオのお時間でございまして、めちゃくちゃくっちゃべるだけなんで、興味のある方だけ見ていただければと思うんですけども、皆さんこのお知らせ見ましたか？カード効果を利用した遅延行為への対策についてと、まあ、要するにですね、まあ、いわゆる無限遅延ボットと言われていたボットがありまして、マスターデュエルには、はい、まあ、クソゲーが2週間前くらいからその話題になっていたんですが、そのクソゲーボットを運営が対策しましたよというお知らせになってます。運営さんマジで神早い、対策が早い本当に。これ無限遅延ボットって何かっていうと、その未回帰とかの効果をそのマスターズの指名者とかで無効にして、で効果無効になってるけど発動することだけはできるんですよ、遊戯王カードって。だからその発動だけはしてビビリってなるのを永遠に繰り返して遅延するっていう、もうゴミみたいなボットが遅延ボットとしてその蔓延していたわけですよ、マスターデュエルでは。そこそこ当たると言われていたんですが、まあ、これが運営によって対策されましたと。この、迷惑行為を行うプレイが散見していたから、上記のプレイについて効果が無効になったカードの処理を利用した遅延行為ができないように対策を行いましたっていう、まあ、どうやって対策されたのかちょっと分かんないんですけどね。正直このその行為を利用してコンボをするデッキもあるんですよ。例えばそのガンドラとか創造の代行者ピーナスとか、ライフを払うことができるようなカードを使って自分のライフをめっちゃ減らすっていう一応ギミックもあるにはあるんで、まあその辺がそのなんだろう、まとめてね、できなくなっちゃったのかもしれないなっていうのはちょっと若干の懸念点ではあるんですけれども、まあやっぱ遅延行為は悪なので、まあこの対策がめちゃくちゃ早かったのは本当に素晴らしい。僕はですね、この対応の速さ本当に素晴らしいと思います。ユーザーの意見とか現場の意見とかをしっかりと汲み取って対応していくこの姿、まあ踊る大捜査線でいうところの室井さん方式ですね。現場の君たちの意見を聞こうと、ああよし青島確保だと、あの方式素晴らしいじゃないですか本当に。おそらくね、マスターデュエル運営はね、運営側にもね、しっかりとマスターデュエルを遊んでいる方がいて現状把握ができてるんだと思う。これ正直マスターデュエル運営じゃなくてデュエルリンクス運営であれば、まあ、5年間は放置してるんじゃ、さて、その対応の速さに感動した後にこの話をするのは大変恐縮なんですが、遅延ボット以上のクソボットが現在流行しております。ボットってのはいろいろありましたね。ダイナマイトボットであるとか、まあ、無限遅延ボットであるとかいろいろありましたけども、続いて今回は放置ボットと言われていましてですね、放置ボットってのは何かっていうと、僕もね何度か当たったんですけど、この人とかだったかな、放置ボットっていうのはデュエルを開始後に何にもせずにひたすら放置すると迷惑すぎない、で相手のサレンダーを待つっていうね、ガチでクズの諸行ボットです。はい、これが放置ボットと言われています。マスターデュエルではですね、一定時間その操作がないと自動的に敗北扱いになるっていう、まあ仕様になってるんですけども、逆に言えばなんかその例えばまあこうやってクリックしてるとかね、こうやってクリックしてるとか、その操作をしていると一応そのまあ自動敗北にはならないっていう仕様になってるんですよ。これを悪用してカード操作はしないけど、なんかその多分ひたすらクリックをしてるのかな、なので自分のその持ち時間480秒、まあ、約8分ですね、8分をフルに使って遅延すると、こういう声ができちゃうんですよ。どうやらね、これをねボットを使ってやらせているっていう、まあ、その話がねツイッター上でも話題になってますし、僕のツイッターのリプライ欄にもいっぱい寄せられてるんですけども、まあ、これをマスターデュエル界隈では放置ボットと呼んでいます。なんかねこれがね、横行してるらしい。ランクまでは湧きまくってるらしい。はっきり言っていいですか、どんだけ人に迷惑かけたら気が済むんだよ。マジで今すぐ遊戯をやめちまえ。他人の時間奪いすぎだろ。考えることがクズすぎる、マジで。マスターデュエル運営は結構実はね、今までもねボット対策として数々の対策をしてくれてるんですよ。まあその DD ダイナマイトを規制するとか、あと秘密裏にねランクマから落ちるジェムに制限をかけたりとか、あと今回みたいにその遅延、ボットのその対策をしたりとか、いろいろやってくれてるんですけども、そのまあ運営は頑張ってくださってます。正直ボット使用者の性根がクソすぎて、もう次から次へとボットが湧いてくる始末なんですよ。マジで本当やめてほしい、そんなやつは遊戯王を。これね、運営が悪いわけじゃないですね、完全に悪用するユーザーが悪いです。まあこういうボットがわらわら湧くと、その真面目にデュエルを楽しみたいと思ってるユーザーが離れちゃうんですよ。だから外でしかないんですよね。あと実況者的にもランクまで撮影ができないんで外でしかないんですよ正直。
もう本当消えてほしい。まあね、多分ね、マスターデュエルのね、あの運営はめっちゃ対策早いんで、まあ多分あと2週間後ぐらいには、これ対策されると思うんでね、まあせいぜいね、あの、放置ボット君には余命2週間を頑張って生き抜いてほしいと思うんですけども、ぜひね、皆さんもね、こういう奴らに会ったらね、あのね、通報していただきたい。通報。あの、通報ボタンというのがありますから、これ通報するっていうのがね、ありますから、これで改造複製ツール使用っていうのを、ちょっとあの、選択してぜひね、あの、通報していただきたいと思うんですけども、これね、見分け方、放置ボットの見分け方っていうのが一応ね4つぐらいあるらしくて、まあ、これを今回はちょっと説明していきたい。まずですね、1つ目、必ず高校を取ってくる。2つ目、操作をする気配が全くない。3つ目、使用デッキがこの初期デッキ、あのエクストラ5枚だから見分けやすいと思う。で、4つ目、対戦相手名が意味不明なカタカナ名と。これらに当てはまっていると怪しいらしい、非常に。ちなみになんで高校を取ってくるのかって思ったんですけども、なんかどうやら噂によると、先行を取ると、あの、放置ボット同士で当たった時に負けるかららしい。終わってんな終わってんな。まあ、ぜひね、皆さんも通報機能で通報していただきたいなというふうに思ってます。まあ一応ですね、通報機能が意味をなしてないという話もありまして、その通報したところで何も変わんないっていうのがデュエルリンクスっていうゲームだったんですけども、まあ、マスターデュエル運営だったらもしかしたらちゃんとね、あの、対策してくれるかもしれないんで、まあ、僕はそう信じてるんで、ぜひね、皆さんもね、放置ボットを戦っていただきたいというふうに思ってます。あとごめんなさい、あの、ついでに、ちょっと運営さんにお伝えしたいのは、あの、デッキ枠そろそろちょっと20枠じゃ足りないんですよ、マジで放置ボット対策と並行してぜひですね、そのデッキ枠の対策、この20枠を増やすか、まあ、またはその遊戯王ニューロンとの連携力を高めるでもいいんですけど、ちょっとね、ぜひね、これもね、ぜひね、お願いします。はい、今後も死ぬほど課金するんで、あ、今の課金額ですか。今現在ですね、課金額、総課金額、119万5060。放置ダメ絶対。では次の動画でお会いしましょう。じゃあね。